中4年12月12日は、鎌倉時代中期の臨済宗の僧。意味名は、玄悟る。亡号は、不問坊。死号は、大民国史。出生は、信濃国高井郡保名信濃源氏の上氏の一族で、聖母が、越後平氏の出身であったため、越後国で養育される。13歳の時、越後国政援寺で出家して剃発。 延天流宝城氏の治めていた、品濃国延伝僧の功績に劣し、数年後成園寺に戻りおじの若園に仕えた。19歳の時に、上野国長楽寺で坂江朝から、菩薩会を受けている。その後、関東や北越の功績を有歴し、京都東福寺の園に,に参戦した。1251年中国の僧に渡り、1261年に、 帰国するまで全州寺院を巡歴して参戦した。その後1281年に藤原さねつねに壊れて東福寺の第三世十字となった。1288年、亀山上皇の力宮に出没する妖怪を降伏した皇により南禅寺解散となっている。東福寺の達中流儀岩は終焉の地となった住居跡であり、当初、南禅寺の達中である 天寿案も、古漢試練により、無責不問の当初として混流されたものである。ありがとうございます。